はい。こんにちは。この動画は使うかどうかは気分次第。来んねんな。今日は水戸行きます。軽トラで水戸行きます。もうエンスト2回してます。山道行きます。そういう、そして風が強いです。それも怖い。どうやって行こうかな。ヒゲ剃るのも忘れましたね。せっかくね、一昨日かな、その前の日かな。まあ一昨日って分かんないから。多分これアップする日は結構気になるんじゃないかな。まあ、ね、リハビリのために歩く場所をね、いつも同じじゃ面白くないから、いろいろ行ってみようかなと思いましてね。それでね、水戸の方にちょっと行ってみようかなと思って、ね、知らない場所の30キロ先と知ってる場所の100キロ先の方、どっちがいいかっていうと、100キロ先の方がいいです。知ってる方が。3時間ぐらいかかるから。てかむちゃくちゃ渋滞してるよね。3連休の初日にでございます。私使うかな。まあしばらく走って4号に入ったら止めよう。何こいつ、びっくりした。見た映ってんのかな。今普通に突っ込んできたね。いや今日休みだからこういう車多いよね。ほんと気をつけないと。せっかく変なの撮る、まあまあ変なの撮れたから、ここで一回止めますか。じゃあしばらくしたらまたつけてスタートします。じゃあお疲れ。